全文公開、あやせはるかジェシーがラスベガスに4泊6日旅行。おばあちゃんの家に連れて行く、ジェシーの理想のデートプランを実現。カジノやリゾートホテルなど、きらびやかなネオンで彩られた歓楽街。そこから少し足を伸ばせば、真っ青な空と赤い岩山が連なる雄大な大地が広がる。初めての二人だけの海外旅行は、 このアメリカ西部の観光都市に決めていた。そう、この旅は特別な意味を持つから。写真、空港を出る全シンクロの綾瀬遥か。他、直後に出てきたジェシー、美肌な電話中の綾瀬、キャリーバッグを持つジェシーも。暦の上では秋だが、連日真夏のような暑さが続いた9月上旬の昼下がり。千葉県の成田空港も、 夏を思わせる鮮やかな色の服を着た人たちで溢れ返っていた。そんな中、全シンクロのファッションに身を包み、異質なオーラを放つ男女が別々に帰路を急ぐ。その日、海外から帰国したのは、綾瀬遥るか、39歳とストーンズのジェシー、28歳だ。多忙なスケジュールの合間を縫ってでも彼女がどうしても行きたかった場所、それはベーラスベガス。 日本を代表するトップ女優と今をときめくアイドルの熱愛を本市女性セブンが報じたのは今年7月のことだ。昨年8月公開の映画リボルバーリリーで共演した二人は撮影後連絡を取り合うようになり交際を開始。現在は綾瀬が暮らしていたマンションで同棲生活を送っている。このタイミングでのビッグカップルの誕生と ファンの反応に予想外の連続でしたと話すのはある芸能関係者だ。ストーンズは今年が結成10年目で、さらにデビューから5年目という節目の年。その記念すべき年を盛り上げようと、今年から2026年までを、レイズ・アワー・バイブス・イヤーズ2024、2026と名付け、様々な活動に精力的に取り組むことになっているんです。 そんな最中の熱愛報道だけにファンの反応が気になるところでしたが、蓋を開けてみれば、祝福するファンが大半でした。報道された内容からも、ジェシーさんが本気でアヤセさんを幸せにしようということが伝わっているからでしょうね。芸能関係者。その本気度は、この夏二人が選んだ旅先にも現れている。ジェシーさんは昨年から、 2024年内にラスベガスへの里帰り計画を周囲に話していました。当時はしばらく帰っていないようだったから恋しくなったのかなと思っていたのですが、今思えば彼女と二人で帰ることに意味があったんですね。前室、芸能関係者。